皆さん、こんばんは。自こ転車です。今、夜に急遽収録しております。ちょっとね、今、大変な音声が入ってきたので、まず取材をしているミシナーから解説をしてもらおうかと思います。んばんは。どうします？一通り流してからどういうふうに、なんかいろいろ聞いてもらった方が逆に、ちょっとね、じゃあなんか、最初のところだけまず聞いていただきましょうかそうね。です、やってもらってください。ちょっと IoT の理事会長さんから、ちょっとまあその工事関係のことは別として、その流れの中で、ちょっとその差別的な発言があったという申し出を受けてますので、ちょっと同席していただいて、その部分について、ちょっと工事のことは分かりませんので。まあ、これはもうすでに出してる音声なんですけども、これのフルバージョンが出たんですね。フルバージョンということですね。で、ちょっとね、まずこの音声の背景について、ざっくり何があったのかっていうのを一通り説明していただければと思うんですけども。もう当時から相生町の工事がもうやばいと。はい。で、その外部からその指摘が入ったと。で、その、この水道工事業者さんに入ったんですね。そうですね。はい。で、それがね、そのクレームをつけたっていうのが、どうもその、この田辺さんとさ、その対立してる別の自治会の方だったりとかはい。したんだと。はい。で、まあそういうこともあって、田辺さんとしてはこれはもうちょっと、もうそれ許しやらんと。もうちょっともう、俺はもう出てったるということで。んで、こちらのね、その坂倉水道さん、これは過去私どもの報道では S 社ってしてたんですけども、これは名前出ちゃってるんだ、もう坂倉水道としてますけども、そこはね、要するにもうこのままじゃやばいと、寄付もさせられちゃってるし、まあ、外部からこういうふうに言われてるから、相生町の工事はもうしたくないということをおっしゃったと、もうそういう方針で決めたとはい。したところ、田辺さんがそれは要するにそのブラック差別だと。相生町の工事はしないっていうのは、相生はい。町をつまり避けてると。はい。これ、あとこの皆さんもこれ、リスナーというか、まあ視聴者の方もね、読者の方も、後で聞いてもらったら分かると思うんだけど、よその地域だったら、その工事はして、相生町だったら工事はしないっていうのは、それは差別だということで、まあ当時人権担当理事だった。まあ、おそらくこの問題に関して、はい。ご存知の方というか、詳しい方はね、地元の方はもう南裕二さんって名前、これ絶対知ってるはずだと思うんだけど、はい。まあ、その方も引っ張り出してきて、まあ、坂倉水道さんを、まあ、早い話、これプチ糾弾だよね。まあ、確認会ですよね。まあ、流れまあ、としをてしは、よう。流れとしては坂倉水道さんが、まあ、相生町の工事をしないって言ったら、田辺さんが市役所にあれは差別だっていう人ふう権に言っ侵犯、て、そうだったそわ。うそう、人権侵犯ということで、この人権担当理事がこの坂倉水道を呼び出したわけですね。そうです。で、そこで、で、なおかつ、水道工事の絡みなんで、水道関係の職員と。で、人権関係のトラブルということで、南さんと。で、ここに田辺さんもいたわけですね。そういうことですね。で、坂倉水道さんと。もうちょっとじゃあ音声聞いてみましょうか。その部分につ言いきまてちしょっとょ同席させていただくということで、会長の方からお話しやられてますので、ちょっと同席させていただきます。お願いします。1分ぐらいまで飛んでいますね。この辺ですあね。の旧の特財法の方で定められている地域でございますので、特材法ね。これもどうあってそことですのね。ことについて、会長さん自身、地域的な差別を受けたということで、うちに申し出がございましたもので、こういうことにもなっとるんですけども、で、これね、あれですね、なんかもうほとんど言いがかりとしか思えないところがあるんで言いすがかけりどとしも、か思えないです。坂倉さそんれ自で身はね、別に童話とかそういうことを言ったわけじゃないですよね。全然ないですよ。あくまでそなんか誤の解。田辺さんの行動問題にして、相生町の仕事はもうしたくないという。そう、まあ、これ以上やってると、こっちもとは散り食っちゃうかなって言って、いう話で、もうお断りしたいという話なんだけど、思いを受けそてれね、でね、もうこれちょっ大と。前提として、まずこれ、なぜこのテープというか、録そうで音すがね、出こてきのたかっ録て音いうがのは、まずそもそも何であるのかっていうそうところそう、ですなんね。でかっていうと、これはまあ多分普通、皆さん、読者の方も、これはもう不思議に思うと思うんだけど、要するにね、田辺さんが市の保有している IC レコーダーを借りて、で、最初の頃、バックのね、
音をジャカジャカこうチャックの音がすると思うんですけど、それは多分借りてカバンの中に仕込んでそれで持ってたと。で、多分坂倉さんはそのレコーダー取られてるとは多分知らないから、で後でもしこのレコーダーはもしね坂倉さんがとなんかまたちょっとトラブったら、お前あの時こう言ったやないかと、それを持ち出すためのまあ記録ということで、田辺被告としては自分が有利になる証拠として、はいはい、その、まあ、あのや録音したものが、まあ、まさかこういう形で自分が不利になるで、自分が恫喝の現場を、まあ、南さんもしかりなんだけど、そういうふうに証拠として今ここで公開されているという、まあ、非常にこう皮肉なこう、はいはい、田辺さんへの忖度が、まあ、ついに巡り巡ってこう自分を首絞めるという、まあ、そういう録音で考えていただければね。いやこれ最初はね、これ坂倉さんが録音してたのかなと思ったんですよね。でも違うんです、違うんですよね。それが違うんですよね。だから市役所の IC レコーダーを使って田辺さんが録音したと、うん、っていうことはこれ出所はあれですか、市役所の中にあったわけですかね。別に市役所なんだからですね。で、そうそう、はいはい、でそれを、まあ、ちょっとある有志の方が、まあ、勇気を持って告発されて、で、メディアにも少なからず流出します、はい、っていうかほとんどのメディアはこれを入手してるはずです。ただもう経緯を見ればこれ完全に田辺さんと市役所が結託してるでしょ、そういうふうにデータが出てくるっていうことは、はい、ということなわけですよね、はいはい、それで、じゃあその だからさ、あの、はい、H 球団のあれもあったじゃないですか、あの、はい、動画も、はい、そもそも全国の動画連れてくるとか、あの有名な、はい、あれね、あれももともとはあっち陣営、市役所と田辺さん陣営が録音して、後で S さんが何か言ったら、お前、あんとき、そうそうそう、じゃあ、あれも結局そうなんですよね、田辺さん分かってて、そうそうそう、いや、だから僕、やけにね、あれ、音声がクリアだから、ちょっとおかしいなと思ったんですよ、隠し撮りっていうより、堂々と撮ってたんじゃないかっていう、そう、多分もうそこの場にボーンと置いてたんじゃないですか。ああ、だからそういうことをやってたん、公認の、そうそう、ちょっと、ね、もうちょっとじゃあ、聞いてみましょうか。まあ、あの一概的にはまあその言われた方の真意とで受け取る側があるんですけども、やっぱり人権の立場から言うと、まあ、あの言われた方っていうのはやっぱり地域特定をして言うとやっぱりこれ差別事象になってきますね。あの坂倉さん自身はあの、まあ、例えばいろんな理由はあるにしても、あの受け取る方としてはその地域で与城さんのあの工事にはもうあの一切これから関わりたくないっていうようなやっぱりニュアンスで取られますんで、そうするとやっぱりそういうあの旧態、あのずっと昔から流れてるその差別的な、あの差別的なあの行為を受け取る地域っていうやっぱり流れもございますので、やっぱり住民の方にもまだ未だにやっぱりそういうあの思いを受けて見える方がたくさん見えるもんで、それやっぱりちょっと地域を特定して、はい、これ南さんを差別認定してしまいましたよね、これ。ね、これでもさ、考え方としては典型的な浅田理論という。だから、これ、すごい恐ろしいことだと思うんですよね。恐ろしいこと、本当に。だから、坂倉さんはこの不正やってるのが嫌だからってことはあったんでしょ？そう。で、ドアのどの字も言ってないわけじゃないですか。どういうの言ってないの？だから、これ、IOI 庁だから差別だって言ってるわけじゃないですか、南さんはね。うん。で恐ろしいのはこれ、そのまあ特定したから差別だとか言ってるんだけど、そのもう知ってるっていう前提でしょ、皆さんが愛宕町童話地区だっていうことを。いやだってそもそもさ、坂倉水道さんだって、はい、ね、清和地区の人なんだから、はい、ね、別にそんなの、あの今更何で、いやいやいや別にそんなうちの会社ない童話地区ないあるしさみたいなさ、別にそんなの別にね、今更じゃあ知ったところで何って話だし、民間の会社なんだから、どこの会社、どこの地域をやりたいとか、あのだって宮部さんだってさ、会社で例えばこのプログラム、まあそうだよ、契約自由なんでね、どこの仕事やろうが自由だからね、そんな。しかも理由は別に、あの出発、うん、で理由は別にドアだからってわけじゃないんでしょ、これは。ない、全然ない、全くない。ないわけない、うんうん、ただ単に、あそこ、もう豊洲に早い話が。田辺と関わりたくないっていう、まあそういうことなわけですよね、うん、それで過去
田辺さんとの仕事を切った人は、まあ、お互い知ってる方もいます。うん、田辺さんの仕事を切った方っていうのは、あ、あれですよ。宮部さんも待ってるよ。あ、そうなんですか。他にも切った人がいるんですね。うんうん、うん、うん。はい。ちょっとじゃあ音声戻って、他にこう見どころというか聞きどころはありますかね。自分の言葉の発言がですね、あの失礼に当たったことに対してですね、お詫びをまず一番最初にですね、させていただき、いただかなきゃ話だと思うんですよ。ですんで。いやいや、もう、もう、謝ってもうってどういうこと。まずですね、もう正直言って、この人間のことっていうのは、あのお互いやっぱり、はい、あの言われた綾町さんが、はい、あのまあ、知事会長さんですね、綾町代表ということで、はい、のあのお話と、はい、でまあ、あの言われた坂田さんのお話っていうのがあるもんで、あの正直言って、まあ、あの人権ってちょっと奥が深いもん で、 そうです、ね、あのこの今日これでどうこうっていう結論っていうのは出せないんですよ。はいはい、ただ今日はあの一応そういうあの申し出があったということを、あの、はい、党 の、はい、あの坂倉さんに、あの綾町理事会さんから人権の方に人権 の、 もあの差別的発言がありましたというご報告を受けたもんで、はいはい、そういう発言が、あのあのご報告を受け取ると、はい、いうことと、はい、いうことを、まあ、お伝えするというのが1点と、はい、もう1点はあのその先ほども言ったけど、真意とかどういうつもりで言ったかというのは、これまあこのぐらいでいいと思うんですよ。なんかかなりこう人権というのはなんか奥が深いという、奥が深いって、その発言も非常に奥が深い、この言い回しがですね奥が深いって、まあ確かにこれはまあ、 あの本心から言ってるんでしょうね。まあ確かにいろんな意味で奥が深いんでしょうね。確かにもうなんか奥というかね、なんかどんどん闇に吸い込まれていくぐらい、なんか確かに奥は深いですよ、ものすごく。でもこういう人権っていうのはもうどうあれ、あとで、まあ、これ聞いてもらったら分かると思う、はい、人権っていうのは奥が深いって言ってるでしょ。はい。で、この後話は続くわけですよ、まだ。はいはいはい。だけどさ、奥が深いって割にさ、人権の字の字も話しないんだよね。なんかあとはこれの話だ。なんか、田辺さん、さっき、席外そうとしてたんですか、これ。そう、だからね、これ手ですよ。まあ、茶番か分かんないけど、茶番か本当だけど、もう要するにね、もう出てくわ、出てくわっていうのは、止めてくれ、止めてくれって、これ、ダチョウクラブですよ。僕、茶番というか、なんかお約束なんですよね。出てくって言ったら、そしたらここで南さんが止めると、なんかそういう、なんかもうお約束なのかなと。そうそうそう、というふうに見えますよね。でね、坂倉杉野さんなんかまだましで、はいはい、例えば、こういうような場って、なんかこう、ほら、もう、一言、業者と一言も口聞かないで、はい、もう業界所さん、役所の方が、いや、今日例えばなんとか建設さん、もう今日はいいんで、会長さん、ちょっと不機嫌やから、今日はいいんで、もうちょっと怒ってくださいって、あ、今日はお帰りくださいって、引き取ってください、もうこれでお引き取りくださいって、はい、うん、だから、これ、まだ会話してくれもらえるんだけど、まだマシっていうことは、つまり、田辺としては、坂倉さんをなんとかうちにもうつなぎ止めたいっていうのがありありの。もうちょっと言ってもらえない。確かに何ですか、口を出さないと。はい。ちょっと次の見どころ、13分ぐらいっておっしゃってましたっけ。うん。けどな、はい、今の人権のことでもさ、はい、もう自分らそれはそんなことされたことがないでわからないけど、はい、うちは子供の時はさ、もう高須とか幼鳥やったら、もうそこの前にもう遊んだらあかんって言われた、男の子に。俺子供の時は自分のところの家言わんだ。遊んだらあかんって言われる。まだ今のにすごいに。女の子を住所変えとんに、結婚するのにあかんって言われるんですけど、せいで、まあめっちゃ過敏ったら過敏か分からんけど、敏感やな、みんな多分そこはなったもんしかちょっと分からんと思うんで、はい、これもなんかお約束の、差別されてるアピールですよね。そうそう、だって自分とこのさ、娘きっちりちゃんと結婚してるわけし、はい、しかも都保険で、なおかつその議員
県議会議員だ、市議会議員だ、はいはい、市、ね、市役所の職員と歩んでさ、それで何、ちゃんと結婚してるじゃないか。で、大体お前自身、何回結婚してるんですか、ね、この人なんか、何回結婚してるんですか、離婚歴があるんですか、田辺さん。いや、離婚というか、まあ、はい、離婚してるのかな。でも、今の最初の奥さんは、あれ、はい、桜井のバンドで。あ、そうですか。で、2番目の人はなんか美容師とかなんか言ったけど、はで、うん、なんか、ほら、フードバンクの役員名を連ねてるのが最初の子供で、はい、最初になった時に、俺、会いに行ったんですよ、ね。そしたらさ、かなりさんそっくりだったから、もうびっくりした。あ、そうなんだ。いきなり、本人出てきたと思ってさ、まだほら、本人会えなくてさ、困ってた時期で、こんなとこで動くんだ、みたいな。そしたら、なんか息子です、みたいな感じだったから。でそれがなんか今、本当ね、もう、売り二つなんですよ。あとね、違いますそいつあ、はい、クレーマー。あ、クレーマーですか。クレーマー、クレーマー。あとね、なんか、敏感っていう言葉もよく聞くんですね。なんか、ブラクターも教えると確かにね、なんかその敏感って言葉聞きますね。でも、とても敏感には思えないんですよね、こんなエセ動画やってるのが。だって、大体さ、田辺さん地元でさ、田辺さんが昔なんか差別されてたのかさ、そんなこと言う人誰もいないもん。あと田辺さんってあれでしょ、出身地はそもそも愛媛じゃないんでしょ、これ。だって松坂ですよ。松坂なんですよね。ああ、だからまあもう本当行ったもん勝ちの世界だなっていう感じがしますよね。行ったもん勝ちの世界でしょ。で、釣りの見どころありますかね、何か。釣れたらすぐ入りますんで、ちょっと、マリカ、ちょっと、だけやもんで、一旦僕、退席、もし、した方がええやったら、しますわ。でも、会長また、もし、なんか、僕、出たらすぐ、また入りますんで、とりあえず、ちょっと、じゃあ、退席させていただきます。はい。ここで、南さん、退場ですよね。で、ここの言い回しも面白くて、人権だけやもんでとか言ってませんでした？そうだから、その、まあ一貫してね、この会話の中で人権っていう用語はもう童話と同じ意味で使われてますよね。だから、うん、もちろんそれ、あれなんだけどさ、これ面白いのはさ、なんかあれじゃない、はい、何かあったらすぐ入りますのでって面白くない？だからその童話とかの話題が出たら入るってことじゃないですか。そうだからあのさ、なんかさ、用心棒的なさ、なんかね、役割分担ができてますね。ね、だから多分他の人もやってるんでしょ、こういうこと。うん、なんかもう童話で脅すときはこう役所の人権担当理事をつけるっていうような、うん、もう完全にもう完成性童話ですよね、これ。うん、うん、はい、退席いただきますっていうのは、まあ、うん、退席いただきますっていうのもなんか、じゃあこれからは自分が聞いたらやばい話をしてくださいっていうことなんでしょう。やっぱり、うんうんうん、なんか分かったんですよ、南さん、どういう話をするかって。だからさ、金の話は知らんからお前らでやるってことでしょ。そうです。でも逆にはそれ金の話をやるんだって知ってるわけでしょ、南さん。そう、もちろん、うん、なんかものすごいよくできてるじゃないですか、もうやり方が、やり口がね。でね、はい、そうで、ちなみにここにさ、水道の人がなんかその同席してるんだけど、ですけどもね、はい、同席してるんだけど、その人たちもう定年を待たずに退職したそうですわ。水道関係はあれですか、南さんが退席した後もずっといたんですかね。いやいや、もう一緒に、だから一緒に出たんですね。これ、はいはい、後で、なんかね、聞いてもらったら分かるんだけど、皆さんも。はいはい、なんか、ものすごい深々とした感じで、多分あれ、俺、一回土下座してんじゃないかと思ったんだけど、めちゃくちゃ、会長、すいませんみたいな感じで。何分ぐらいですか、土下座。何分ぐらいですか、土下座。この辺りかな、土下座。これ。これ多分土下座ですね。あ、職員も差し入れていただいておくということがですね。あ、この間の中でですね。職員も出ていくんですかね。大丈夫、すいません。聞いてください。お願いいたします。すいません。社長の、いや、わかんない。土下座がどうか。なんかでも、雰囲気的にさ。まあ、そんな感じですよね。社長、せやけどな。この間、俺何も社長来た時にさ、うちへ、はい、俺何も言わへんだけどさ、はい、あれはせえけど、それは言葉悪いけどさ、はい、もうあんたとこ電気だって言ってるのは普通に、はい、普通にはそれはもう喧嘩売っとるよね、もう言葉は優しいけど、はい、これ
それはもう職員がいなくなったところでやってるんですよね。そうで、ちょっとほら声のトーンが落ちたというか優しくなったでしょ声が。ああはいはい、すごくものすごく、はい、だからあれなんですよ、要はその人権たらうんたらなんかで、あんな別に怒っ、微塵も怒ってないわけですよ。そんなに差別されたっつって怒ってるんだったら、はい、めちゃくちゃお前なんで俺のことこそんな相打ちを差別するんやって。そうですね、だから書き起こし見たんだけども、もう職員が出ていった後は、あ、職員が出ていった後はもう童話とか人権の話全然ないですね。一言もないですね。一言もないですね、みんな。はいはい、うんうんうん、うちは不当な要求したとか、罪になるようなことをしたとか、もう何にもないんやもん。ね、どうにか。社長、もうそれしてもあかん。それしてもあかんで、社長。ここで土下座ですか？出るわけない、勝ってくれ。土下座、土下座。あかんってところやめように。お願いします。社長、せやけど、うちにめっちゃプライドフレーと言うとんねんに。いや、あの、何かしらですね。ここでもまた出ようとしたわけですね。そう、そう、そう。だからそう言ったらもう止めろって言ってるんでしょ。はいはいはい。でただまあ全般的にあれですかね、金をくれっていうふうに金出せとは言わないんですよね、この田辺さんは。寄ってこへんし離れてくしさ、あの俺の金の使い方はそこやないと、自分やねん、自分はそう思うとんで、それをしたいと思うとん、それでそれを続けたい、それで金を儲けるときはシビアに儲けてええと思うの、うん、使い方だけきれいに使ったら、うん、で社長もさ、もうこれ喋る機会が今後 なかなかないか分からんけどもうちここの市長も知っとるけど、はい、毎年寄付しとんのさ2回しとんの、はいはい、現金と、はいはい、現金は子供らに差しとんの、子供寄せて、うん、だいたい10万から多い時で25万、交通維持に寄付したものさ、はい、これ市長を知ってるって出ましたよね、知ってるんですかね、やっぱり。いや知ってるんじゃないですか。でただね、一つこれさ、二つ解釈だね。だって市長に寄付をしてるっていう意味なのか、市長、私自分田辺が寄付をしてるってことを市長は知ってる、子供たちにさせてるっていう意味なのかちょっとわかんないんだけど、まあどっちにしても、なんかもうちょっとね、この先の発言を見るとね、まだ気になるところがあるんですね。手市民間で積み合わせして、でそれを130個作って教育委員会寄付しとんの、うん、教育長とか市長は知っとるけど、うん、せやけど名前は自分の名前とさんとしとんの、桜木花道という名前でしとんのさ、うん、はい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 、桜木花道でネット検索したら出てくるし、新聞も載んのさ、うん、で今年は文房具130、はい、これ百条委員会で青山議員が言ってたことでしょ、これ。そう、青山さんが言ってたやつ、はい、そうそうそう、桜木花道っていう名前で寄付して、曲名が何だっつっててさ、なんだかんだ言ってさ、もうなんか何、もう知ってくれみたいなさ。そうですね、だから思いっきりアピールしてる、うん、これ市長、まあ田辺さんの言ってることは本当なら市長や教育長が知ってるっていうことでしょ、これ知ってるってことですね、はいはい、なんか教育長ひょっとしたらあれかもしれないね、あの S さんの時のことを知ってるかもしれないし、ああなるほどね、 S さんだってね28人だから26、うん、知ってるかもしれないですね。でね、さらにまだ結構ね、重要人物が出てくるんですよ、書き起こし見ると。はい、子供は、子供だけはタダで飯食わしたろって、うどんタダで子供に飯食わす店を作ろうと思ったの。これあれですよね、これ確か田谷議員と市長も写ってなかったですよ、このうどん店。これはね、あのうちの記事に載ってますわ、写真。大門のうどん屋の話でしょ、これ。大門のピンクのうどん、はい、でそこで市長と写真に写ってたでしょ。そうです、そう。でもうちょっと聞いていますかね。これ、はい、来年中には全部仕上げようと思うんだけどさ、で光熱費はうちがちょっと捻出しようと思うのさ、せいで、まあ、社長のところにもいろいろ去年世話になった下請け入れたってくれてさ、世話になったりするけど、俺そんな金を当てにしながらさ、基本社会奉仕ならさ、でうちバスケットの全部のバスケットの大会を作っとんの、はい、俺発起人やねんけど、で顧問は青木健二と市役所は、はい、タヤ入れといたんだけどさ、
あと教育長の発起人なさ、ね、はい、青木健純出てきましたね。県議会議員ですよね、これ。そうそうそう。最初にあったのが、結婚式に呼ばれて、それがジャズの飲み会に呼ばれたと。はい。で、バスケの、これさ、バスケの大会って言うけど、これあれですわ、記事も出ましたけど、はい。津市バスケットカーニバルですよ。ははははで、その、高須のね、教育集会場の、これ、うちの、ほら、ブラックタンボーでもさ、出てると思うんだけどさ、はい。あそこの、まあ、要するにその人権担当の、まあ、職員みたいな人がいて、まあ、補正さんって人なんだけど、はい。まあ、これがその田辺家と非常に関係があって、はい、で、はい。で、その人がもうバスケの先生だっけ。はあ、元校長先生で。はい、で、日体ルテだっけ、なんかこう、バスケが非常に好きな人で、はい、で、田辺さんに協力してもらって、寿司バスケットカーニバルも、はい、できたんだと。はい、だからこれは、さっき言ったバスケの大会ってのは、寿司バスケットカーニバルのことで、で、そこにあるでしょ、要するにその青木健二さん。はい、青木健二は顧問として入ってるっていう、言ってますから。ね、で、そこにほら、写真また、はい、はい、出てますから、うちの。で、これ、この関係ってなんか市長と会ってませんでした？会ってますわ。ですよね。息子の方ですか、市長に会ってたのは。あれは、バスケは、神戸でやってる3人制バスケの、大会で、要はね、そんなどこでも、はい、はいはいはい。要はそう、はい、別に、その、国際大会でもないしね。はい。そんなもんのために、なんでそんな、いちいち。ということですよね、ね、はい。ね、金払えば誰でも参加できる大会なわけでしょ。そういうことでいちいちなんで市長に会うんだっていう話ですよね。ね、例えばさ、ほら、同じ大会が車椅子バスケットだったらまだわかるよ。それは全く。やっぱりこれほら、なんかこう、障害者のさ、その、なんか。まあまあ、ちょっと慈善活動っていうか、まあそういう、なんていうかな、啓発活動っていうのはないけど。そう。いや、たださ、マイルヤンキーの兄ちゃんがさ、バスケのさ、3人制バスケの大会出るのにさ、それがなんかなんで市長がの、うん、だからのこのこ行くんだっていう。だからこの辺りもなんか市長知らないとしたらちょっと不自然だなという。いや普通知ってるだろうっていうふうに思いますよね。はい、他にちょっとハイライトというか何でしたっけ。ハイライトだらけだからね、ちょっと。ここはまあ、これは本当に実際聞いてもらって、その、ね、エモいところをちょっと見てもらうしかないんだけど。まあ、とりあえず最後の方ですよね。でも、もうつけすぎやろ、つぐらい NG つけた。あと、近鉄道路のとこ、稲井さんの前がくらいで、来年あそこだけしたらもう最終なんやけど、ゴミ箱もさ、くっちゃくちゃで、ネットのやつ、みんなも入れ物に変えたったんさ、うん、そのやつも、補助金がここから3分の1出るんやけど、ゴミ箱の。で、まあ、現実には3分の1で3分の2自治会で出しなさいっていう補助金システムなんやけど、まあ、そこはうちがうちなりにさ、今まで年いた人は要請でさ、業者に言うて見積もりちょっと書いて、要求書いたって、って。ほんで、出た補助金でさ、賄いつけようかとかさ、しながら、自治会の金をなるだけ使わない。うち、あよ以上な。はい。出ましたね、ゴミ箱の話。はい。ゴミ箱の話だけどさ、はい、これ多分さ、電気つけて相生町を歩けるようになったとかって、なんか、はい、なんやかんやってます、はい。これ多分110円から出たんでしょ、LED。LED というか、もうこれはあれですよ、逮捕者が出た件ですよね、これ、ゴミ箱と一緒にね。はい。そうです、そうです。だからこうやっていろいろ、まあ、自分は自治会のためにいろいろこういう公金を引っ張ってるっていう話を自慢でやってるわけですよね。そうです。で、もうこれ言っちゃっていいかな、もういいや。はい、先月、津市内で覚醒剤の逮捕者が出たんですよ。あ、はい。はあ、工事したのそれらしいですわ。あ、そうなんですか。覚醒剤逮捕、なんかそれ別件逮捕なんですかね。いやー、それだから、それはちょっと今、ね、なんか警察もなんかちょっと意図がありそうな気がしますよね、今のタイミングで逮捕って。そう。だけど確実に言えることは、その逮捕されたやつってのは、その、いわゆるマスダグループの人にもちろん。ああ、なるほど。はいはい。そう。その関係の中には、塗装に関わってる人間がいるという。
なんか増田さん、やっぱり警察は増田さんを疑ってなんか尻尾をつかもうとしてるんですかね。あれはね、ひょっとしたらね、ちょっとこれはちょっと恐ろしくてあれなんだけどね、はい、ひょっとしたらちょっとこうこっちのこう、こういうルートのなんかその、はい、ついでにあ、そうなんっていうかもしれない。あ、やばい、ごめんごめん、これちょっとあれだから、ちょっと、ごめんね、まあ、そういうのあるかもしれないですよ。とにかく社長、今日はせまあ返事はできへんけどさ、一回持って帰るわ。これ、うん。ちょっと分かってほしいのは、はい、社長、もうこれだけの話じゃないわ。はい、うん、そう、まあまあまあ、あの、いや本当に最初言うのも失礼やったんですけども、あの先のあの会長もいろいろね、交通事故あっても何やってもですね、誠意っていうものをですね、何かの形に変えるっていう形であればですね、それが一つの誠意の形だと思ったんで、ちょっと言わさせてもらっただけの話ですね。もう本当にくどい言うけど、勘違いしてほしいんやけど、うちは別にみんなお金で解決しようとかそんなことは。はいはいはい。でこれね、うん、最初から最後まで、まあ書き起こしなんか見て分かるたんだけども、田辺さんね、直接的に金を要求する言葉は言わないんですよね。うん、でだけどさ、はい、ここ大事なのはさ、言ってるでしょ、ちょこっと自分で。事故の時とか、その夫婦別れの時は金だみたいなこと言ってるでしょ。でもこれはやっぱり坂倉さんが言ってるのかな。だから坂倉さんがそういうことを言うように仕向けてるわけでしょ、田辺さんが仕向けてるってことね。だからちょっと待った、その女別れとなんか事故の時はなんか金で解決するみたいなこと田辺さんが言ってますよ。え、そうですか、ちょっと調べてみますね。うん、お前カスやと思うとんで、もうそれらにな、俺がしたったらもう言うに決まっとんでさ、その社長の誠意中も分かるし、もう本当にな、世の中さ、社長、はい、車で人引いても夫婦別れしても答えは一つしかないんさ、もう解決方法はもう そんなんしかないと思う。もうそれも正義やんか。うん、あ、なるほど、これが前振りですね。だから前振り、だから金を出せとは直接言ってないけど、でももう趣旨からすると金出せってことですよね、これ。金でしょ、はいはい、だってそれも正義やんなってさ、だって明らかに金じゃん、うん、じゃあ何、ごめんなさいって言ったら、はいはい、あの正義なんですか。だからこの後にあの坂倉さんのあの言葉が出てくるわけですね。でやっぱ田辺さん金要求したんですね、これは。まあ、もうここでもう決定です、決定だでした、これ、はい、うちは不当な要求したとか罪になるようなことをしたとか、何にもないんやもん、社長。もうそれしてもあかん、それしてもあかんで、社長。これどちらさんしてるんですか。出るよ、出るよ、そんな人だ。これどちらさんしてるんですかね。努力してるんですよ、これ。はいはい。それしたらあかんって、はい、それしたらあかんって、もう明らかにあれでしょ。はいはい。それっていうのを、なんかすでにもう共通語として。ああ、なるほどね。あ、で、多分さ、本人としてもさ、なんかあれじゃない、録音してるからさ、やばいことは言えないって言うから、はい、なんかその。で、こうして結局、その坂倉さんは、お金を払うというような約束をしてしまって、次の日を迎えると。まあ、ということですね。では次の日いきますね。すごくあの失礼な言い方かもしれないですけども、あの お金でですね、誠意を示すっていうのはすごく失礼な話なんですけども、昨日言わさせてもらったようにですね、あの誠意という形を合わせられるのであればですね、あのもしよろしければですね、あの失礼ですけども、あの700万で、あの多分工事的にはちょっと厳しい、工事的には赤字になると思うんですけども、はい、700万出ましたね。700万、ついに金払うって言ってしまう。これね、うちもこれもうやってるの、これ記事で。あ、はい。だけどごめんなさい、僕はちょっと間違えてたから、ちょっとあのあれでちょっと800万円って紹介しちゃったから、はい、700万円でここで訂正しますけども、これ結局払ったんですよね、まあ、
払ってますね、はい。はい。なんか噂によると、もう坂倉さん、これでもう進路はかなりたたったって言って、でもこのとにかくもう絶対関わらんと。この700万って結局どういう趣旨のお金なんですかね。だからあれでしょ、はい、まあ、後々言うけども、結局、はい、まあ、その和解金というか、なんかその、愛生町にご迷惑をかけた保証金的な、ほら、なんか漁業保証とか、なんか、ほら、公害訴訟じゃないんだけど。いや、別に何も迷惑かけてないと思うんですよ。いやいや、その迷惑かけてないですよ。ただ、なんかでしょ。だそれを、後々、まあ、話すと思うんだけど、そこから限りで、多分、公証人役場に行けと。でそこに行って、なんか多分、そういう認定をしてもらったんじゃないですか。坂倉さん、そういうつもりで金渡したんですかね、これ。じゃないですか、明らかに。手切れ金っていう、手切れ金。だから多分あれじゃないですか、もうこのままいるのと700万払うのと700万円が安いと思ったんじゃないですか。ああ、なるほどね。もう愛生町と縁切りたいと、金払って、うん、うん、まあ愛生町というか、もう田辺と手を切りたい、田辺と、はいはい、田辺ともう仕事はしたくないと、うん、でね、大体ね、あの愛生町の工事差別するとかな、はい、嘘ですよ。あのね、この間ね、業者さん、はい、やってる業者やってる人と何人か飲んでさ、そしたらさ、はい、もしね、田辺さんがいなかったら、はい、愛生町の仕事やなかったら、みんなやるって言ったの。ああ、なるほど、はいはい。そりゃそうですよ、だって数多いし、工事の。はい、そうですよね、うん、それはあの界はやっぱ工事多いんですよね。うん、多いよね、だからそれやりますよっていう。はい、ちょっと先行ってみますかね。本当に、まあ、どうしたらいいですかね。一番いいのは、はい、お互いに一番いいのは、うん、交渉人役場行くのが一番いいんですよ。交渉人役場、そこに交渉人役場がある、はいはいはい、ほんで話して、うん、ほんで、まあ、内訳はざっくりで、ここは主品守るとかでさ、うん、裁判所の弁護裁判所係がおるって、公正証書を作るとかで、はい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 、ここで話をして、和解金なら和解金とか、うん、あの、まあ、もう面目は何でもええんさ、説明して、うん、で社長とかこういうふうな解決方法を取りたいんやってことを言うたら、うん、誰が何を言うてももう正規のことになるんさ。ほんでそれにした方が、俺会社するやつに聞いたのさ、うん、ほんなら最終そっち行ったんであれば、うん、社長とかは多分それの方が税金落としやすいに違うかなって、会社の処理がしやすいんじゃないかなって言うとった、うん、あのそうなってしまうとですね、あの、それはええんかな、あの、いろいろ あって、損害賠償とかありますなんか、損害賠償っていうものには、税金はかからんのですよ。じゃ別にそれでもいいのか。なかなか興味深い話をしてるんですよ。結局、これ、損害賠償として処理したんですかね。してるんですね。じゃないですか。そこはまだわからないんですかね。でさ、これさ、面白いのがさ、はい、金のうちは金じゃないとか、プライドだとかさ、いろいろと要求したことないとか言いながらさ、はい、なんだかんだ言ってさ、交渉人役場行けとかさ、なんか税金対策とかいろいろ現実的な話をしてますよね。現実的な話してるでしょ、みんな。700万円。なんなのかね、なんかあの差別発言の慰謝料とかですかね、これ。さすがにそれはないです。名目もなわかんないけど、うん、多分あれじゃ、だからなんか、その騒音だとか、なんか遅れただとかさ、多分そっちの線で多分、そうですか。やったんじゃないですかね。そのあたりはまだ取材を継続中ってところですかね。継続中です。てか、まあ、ね、先週得たあのもらったものばっかりだから、まあちょっと、もらってください。はい。あそこですよね。すぐ横の上、うん。そうですね。一丁の木の手前。一丁の木、そうですね。はい。うち一回な、話したことあるのさ、3000万。騙されたやつが、ほんのさ、それが、うん、ほんでそれがもうちょっとヤクザグレーってさ、うん、ほんでもうその30万のためになんか違法な行為をして、このなんか裏の DVD 売って金稼げとされて渡されたのさ、ほんで混乱せず言われたって来たもんで、そのそれ持って話言ったったのさ、これ違法行為だぞって、今から僕警察持ってお前どこ行ったら出ないって言ったらさ、ちょっと待ってください、ほんで普通の大きな会社の社長中も一人混ざっとったんですよ、うん、であんたとこの会社まで行くに行って行ったんですよ、横浜まで、横浜の会社まで、はいはい、で社長、みんなこれ今から警察持って一緒に行こうか、ボイス旅行だと言ったら待ってくださいって、ほんでもう3000万はいいですと、3000万は借用書を返してもらって、まだ横浜行ったとかっていうさやつで、まだガソリン代って100万出してきたんさ、
もうそれ交渉人役が言ったら、交渉人役はいいんですかって、3000万の借金消してまだ100万払うんですかって言って、いいんですって言って、もういいんやったら、その書類作りますって言って、それも正規の書類になってくるんですよ。で、向こうが何を。田辺さん、何やってるんですか、これ。なんかこういう怪しい、時代みたいな、こういう怪しいことをやってきた、来たんですかね、田辺さんなんか。はい、今は僕も管理をするつもりもありません。ですので、先ほどの件は、いっぺんちょっと聞いてもらって、一番いい方向でやれば、ちょっと僕も個人のお金でそんな気の貯金があるかどうかも、嫁さんに聞いてみればわからない話で、個人のお金としてはちょっと出どころはないんで、ですれば、そういう形でいければ、確かに、損害賠償的な要素であれば、税金はかからないし、で、こっちも処理できるっていう処理できるんで。プロダチが言うとこなんですか、うん、確かにそうですよ。うん、それで、ということですよね。だから、まあ、いきなり700万円ね、払えって言われたって、そんな、じゃあどういう趣旨で出すんだっていう話になるし。で、自分のポケットマネーでは貯金からじゃちょっと無理だから、あるかどうかわかんないから、会社として処理するって言ってるけど、このあたりやっぱり、まあ、楽じゃない。その700万だからさ。だからこれ全体の経緯を見ると、やっぱこれ恐喝ですよね。恐喝の、もう明らかに恐喝です。で、しかもね、僕相当悪質だと思うんですよね。なんでかっていうと、はい、そりゃ、はい、その、本当恫喝してるんならわかりやすいけど、これ何とかしてね、何とかして言葉尻を取られないようにして、で、その、うん、直接的にお金を要求せずに、で、一番悪質なのは、南裕二さんですよ、やっぱり。役所の人権担当理事引っ張ってきてね。そう。そううん、だからもう、完成せどかじゃないですか、これ。だから、南も分かってるはずだしね、そんなこと、うん。だから、やり方は巧妙だから、これ、ものすごい悪質だと思いますよ、これ。恐喝としてね、いやヤクザより悪質じゃないですかこんなん。でさ、なんかさ、本当に田辺もそうだしさ、南もそうだけどさ、なんかほら田辺さんだったらなんか人生観っぽいことを語ってるしさ、はい、南もなんか人権論めいたこと言ってるでしょ。そうそうそう。だけどさ、文字だけ見てみ、全然大したこと言ってないからね、はい、うん、いやこれね、だからそれはなぜかというと、うん、そのうん、ほんとさ、あれですよ、絶対に坂倉さんが反論しないと分かってるから、こいつは好きかって言ってた感じで、はいはいはい、文字にして直したらさ、めちゃくちゃ大したこと言ってないですよ本当に。いや、そうです、いや、もうやってることむちゃくちゃだしね、これむちゃくちゃだね、理屈として。うん、だからまあ皆さん、このエセ童話っていうのはどういうものかっていうのを本当ね、これを見てちゃんと学習した方がいいですね。こんな悪質なことをやるんだってね、本当にね。いや、これがさ、俺さ、ブラック解放を愛してる会がこれやったらさ、まあまあそうだろうなと思うけどさ、これさ、津市役所がやるっていうのがさ、うん、またなんかすごくてさ、ちょっと、はい、うわー、なんかね、と思いますわ。はい。で、どうでしょう、今後、何か動きはありそうでしょうか。ね、まず人事の点で、はい、なんか検察庁の方に、津市検察庁の何人か呼ばれたそうです、ね。警察じゃなくて検察ですかね。検察ですね。はい、検察ですか、はい。はい。それから、他の豆、他のに、愛宕町の公園は、はい。実は田辺案件、増田案件だという話になります。はい、まだ分割発注ですかね。分割発注です。要はね、はい、その、ほら、色がさ、田辺色なんですよ。ああ、そうだね。はい、はい、フードバンク会長宅のあの色のピンクなんで、じゃあ、まあ、多分、ね、まだまだ出て、まあ、まだまだ出てくるってことですね、何か。そうですよ。市役所もなんか隠してますね、まだ。まあ、全然でしょう。はい。それから、もう一つの疑惑として、5月、終わりに、津市でね、覚醒剤で捕まった人がいるんだけど、はい。百条委員会で、LED 設置って、これ、はい、あ、ごめんなさい、百条委員会でも逮捕されてますわね、これ、ね。逮捕ですね、はい。逮捕されてますね。それの設置工事をした人が、5月26日だかなんだかに、はい、逮捕されてるんですわ。はい。で、その人が逮捕されてると。またなんかそこから引っ張るんですかね、警察が何か情報を。そう、じゃないですか。で、多分、はい、
その人が直で田辺さんとやり取りしてるわけじゃないはずだから、まあ、増田さんと間に入ってやらしたって言っちゃう、はい、多分増田さんにその電気つける、ね、技術ないはずだから、あ、なるほど、はい、うん、まあその人がやったんじゃないかと。ってことはひょっとしたらその、そういう薬の線でもまあ操作をしてるっていう、あ、なるほどこの IO1 をことじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ水田さん、今後あの取材頑張ってくださいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまたあの何か分かりましたらまた詳細にレポートしたいと思いますので、はい、分かりました、はい、お願いします。それでは皆さん、あのご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。